いやー、これこの、お、これか、これでオッケー。復活はしない。まずこうか、オッケー。こんな無理じゃん。よいしょ。よし。よ。お、お。こっち？あらら。あ、無理。帰ってきて。よっ。ほっ。オッケー。はあ。んで、こういくわけだ。いった。よいしょ。うん、ふん。ほっ。無理。こうなっちゃったらどうすればいいんだ。どっからだ。こっからか。あれ、まだ行った。あれ、復活してたのか。ここ。え。よいしょ。いて。オッケー。こっちかな。え、え、え、どういうこと。こうか。なお。こっち。
よし、入った、よし、いいよ、終わり、あ、ミスった、うん、ふん、チェックポイント、よいしょ、これか、お、あ、痛い、どっち、こっち、うわっ、死ぬ、危ない、地下鉄、地下鉄っぽいね、エレベーターか、こんなに不安になる電車は初めて見るな、縦に進む電車、不安になるっておじさんのその腕で飛び回る方が世界で一番不安ですよ、どれどれ、動きは止まりましたが電車に異常はなさそうです、それではこの可愛い子たちを動かしてみましょうか、チチンプイプイのプイ、うん、この車両は遠隔で操作するタイプのモデルですね、遠隔操作どこでだ、中央統制室です、すぐ下の階なので、私一人で行ってきましょうか。いや、一緒に行こう。何が起きるかわからないからな。うん。そうですね。私は構いません。あ、戻るのか。今何か聞こえなかったか？またまた気のせいですよ、きっと。私ってばなんて失言を。え？何なの？なんか出てきた。バズーカ？おじさん、いきなりシャッターが閉まりました。中で何かあったんですか？罠だ。我々を待ち構えていたんだ。私が対処するから中の状況が見れるなら援護しろ。これなんとか、あ、どうすんの、いった、
こういうことか。いや危ない、むずい。 OK、 あ、ぶつければいいんだ。おお、はいはい、撃て。あは、はい、あう。はあ、いた。OK。 うん、よし。なんだ、こっちからはダメージを与えられない。頼む、考えてくれ。ネオデータブレイド、これを持って行ってください。砲台の隙間に差し込む。痛い、どこ、どれ、これ、これ、これ、どうやって差し込むの。こうか。あのロボだ。そこまでよ、この悪党め。おお。乗ってるのは当然。この私、マリゴールド。そしてメカマフィン。私たちがあなたをさばいてあげましょう。いやー、そりゃ痛い。行け、メカマフィン。ちょっとチャージ中に攻撃するなんて反則よ。危ない。マフィン大丈夫？おじさん大丈夫ですか？ああ、私はだ。おじさん、おじさん、しっかりしてください。私の声聞こえます？聞こえるよ、よく聞こえているから静かにしろ。電車はどうなった？
気がついて言う最初の一言がそれですか。動きません。エンジンが完全に壊れていました。誰かが壊した跡はなかったはずだ。そうだろう？どうしてわかったんですか？エンジンは自爆したわ。内蔵した爆薬で。つまりエンジンには自殺機能があったの。ああ、結局これはシステムだった。システム？我々を攻撃してきたのは電車に内蔵されたシステムだったんだ。あの電車は設計される時からこのために作られたんだ。電車に乗るものを攻撃するためにな。この都市が私たちを攻撃したということですか？そう考えるしかないな。マリー、先ほどお前は死ぬところだった。いや、私が少しでも目覚めるのが遅れていたら間違いなく死んでいただろう。本当に状況がちゃんと理解できているのか？何が言いたいんですか？一つ真面目な質問をするから正直に答えろ。ここまでする理由は何だ？理由がそんなに大事ですか？そうだ。このハーモニカ吹いてみてくれますか？本気で尋ねていると言った。私だって本気よ。吹くと何かが起こるのか？もしかしたら何か言いたくなるかも。どうやって吹けばいいかわからん。本当に？なぜわざわざ嘘をつく必要がある？なんだ？その通りですね。正直に言おう。私はこの年から生きて帰るつもりなどない。私は全てを失った。サンナビによってな。私はここでサンナビに代償を払わせ、ここで死ぬ。私もです。私も全てを失いました。孫グループによって。父が死んだんです。随分時間が経ってから知りました。父の死の背後に孫グループが存在していたこと。私は今まで孫グループの秘密を追ってきました。ハッカーとして指名手配され、何度か捕まりましたが、それは大した問題ではありませんでした。本当の問題は、真実を見出せなかったこと。孫グループは徹底していました。私の能力を上回るほどに。ですが私にチャンスが来ました。まさに今。私は何としてでも真実を明らかにしなければなりません。誰が父を死へと追いやり、どうして父が死ななければならなかったのか。そしたら私も、マリー。待って、それは言わないでください。何を言おうとしているかわかるのか？そんなの決まってます。私はまだ若く、人生は長いから、生きていく理由なんていくらでもあるだの、なんだの。お願いだからしないでください。説得も説教も。
もう決めたことだから。ちょっともう何ですかこの空気。こうなると思ったから言いたくなかったんです。でもこれではっきりしましたよね。お互い利害関係も一致しているし、目的も明確で覚悟もできている。いつか死ぬとしても、私は明るく生きて死にたいんです。手伝ってくれますよね。お互い敵討ちってことか。ん？電車は使えない。これからどうするつもりだ？次の計画はあるのか？もちろんです。私のような専門家には備えあれば憂いなしの精神が必要ですから。私たちの目標からもう一度確認しましょう。うん。私たちの目的地は孫の最上階。高いものを食べ、高い便を出すお金持ちが入り浸っている場所です。最上階は雲よりも高い山の頂上に建てられた宮殿のようなところなので、一般的な方法では絶対に登れません。物理的な距離もかなり遠く、あらゆる規定によって周りからの接近を防いでいるのです。なんだか説明がやけに親切すぎるな。それで？え？二つ目の計画は飛行車両で最上階まで飛んでいくのです。飛行車両、それってよく目にするものではないはずだが。その通り、凄まじく高いです。これ値段の話かな。でもこの商業地域では垂直的な都市構造のせいで飛行車両がたくさん必要なんです。なので孫氏は都市資産で全ての飛行車両を所有し、それを市民に安い価格でレンタルしています。そして飛行車両が保管されている車庫がこの近くにあります。そこから飛行車両を一つだけこっそり。いかがですか？成功率 95% のこの完璧な計画は。そこまで高いと、逆に、フラグ立っちゃうよ。残りの 5% は何だ？私、飛行車両の免許を持ってないんですよね。なので、その分少し引きました。あ、心配しないでください。ゲームではそこそこ運転したことあるので。あれ？もう素人じゃあるまいし。もちろんジョークですよ、マリ。あ、またか。そんなに気になるなら追いかけてみます？いや、いい。追跡できないと言っていなかったか？お前の新しい計画で行こう。その車庫へ案内しろ。いいでしょう。この道に沿って行くとすぐです。行ってみましょう。